サマソニー2024に登場するナンバーアンダーラインアイと他の注目アーティスト。ナンバーアンダーラインアイのように国内外で活躍するアーティストが出演することで日本の音楽シーンに新しい風が吹き込みます。日本の音楽シーンは毎年夏に開催されるサマーソニック以下サマソニーという音楽フェスティバルで一層熱を帯びます。今年も例外ではありません。特に注目すべきは 平野翔、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループ、ナンバー・アンダーライン・アイがサマソに2024に出演することが決定したことです。このアイオイグループは、日本の音楽シーンに新風を吹き込みつつあります。ナンバー・アンダーライン・アイは、今年4月にアメリカ最大級の音楽フェス、コーチャーラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル2024にて、88ライジングが主催する特別ステージ、 88ライジングフューチャーアースに出演しました。この経験が彼らの音楽キャリアにどれほど大きな影響を与えたかは計り知れません。彼らの楽曲 g o トはアメリカの iTunes 総合チャートで10位、ヒップホップチャートで3位にランクインし、さらにミニアルバム NO, O,、oh? RING もリリースするなど、その活躍はワールドワイドに広がっています。サマソニー2024において、 ナンバーアンダーラインアイは8月17日に東京、8月18日に大阪での公演に出演します。彼らが国内のフェスに出演するのはこれが初めてであり、その期待は大いに高まっています。観客にとっては彼らのパフォーマンスを生で見る絶好のチャンスです。さらに、デンマーク在住で日本にルーツを持つシンガーソングライターの皆岡部も出演します。 彼女はすでに東京公演に出演することが発表されていましたが、今回は大阪公演にも登場します。彼女の楽曲は全世界で億超えのバズを巻き起こしており、そのパフォーマンスは一見の価値があります。サマソニ2024のラインナップは、他にも多くの豪華アーティストで溢れています。例えば、8月17日の東京公演にはマネスクイーン、グレー、星野源、ビルヤッティ、 メジャーレーザーなどが出演し、8月18日の東京公演には、クリスティーナ・アギレラ、ブリング・ミー・ザ・ホライズン、オーロラ、グリタ・バン・フリートなどが登場します。音楽フェスティバルの魅力は、ただ単にライブパフォーマンスを見るだけでなく、多様なアーティストの音楽に触れる機会を提供する点にあります。サマソニのような大規模なフェスティバルでは、ジャンルを超えた多様な音楽が一堂に会し、新しい発見や感動が待っています。 しかし、こうした大規模なイベントには挑戦も伴います。例えば、チケットの確保です。現在、18日の東京公演の1例チケットプラチナチケットは残りわずか、大阪の17日のプラチナチケットはすでに完売しており、18日のプラチナチケットも残り少なくなっています。これにより、観客は早めにチケットを購入する必要があります。ここで注目すべきは、 出演する各アーティストが持つ独自の物語です。例えば、ナンバーアンダーライン愛のメンバーそれぞれが持つ背景や音楽に対する情熱は、彼らのパフォーマンスに色濃く反映されます。また、皆岡部のように海外で成功を収め、日本の音楽シーンに新たな風を吹き込むアーティストもいます。私自身、過去にサマソニに参加した経験があります。その時感じたのは、 音楽が持つ力とその場の一体感です。フェスティバルという空間で多くの人々と共に音楽を楽しむことで日常のストレスや悩みを忘れ新たなエネルギーを得ることができました。このような体験は音楽フェスティバルならではの魅力です。音楽フェスティバルは新たな才能を発掘しアーティストとファンが直接交流する場を提供する重要な役割を果たしています。サマソニのようなイベントは 音楽業界全体を活性化させるだけでなく、若いアーティストにとって大きな飛躍の機会となります。サマソニ2024は多くのアーティストが集まり、その多様な音楽が響き渡る一大イベントです。特にナンバーアンダーラインアイの初登場やミナオカベのパフォーマンスは大いに注目されることでしょう。皆さんもぜひこの夏、サマソニに参加してみてはいかがでしょうか音楽フェスティバルの意義は、 単なるエンターテインメントに止まりません。これは文化の交流、世代を超えたコミュニケーション、そして新しい発見の場でもあります。サマソニのようなイベントは、音楽業界にとっても、アーティストにとっても、そしてファンにとっても重要なプラットフォームとなります。音楽フェスティバルは、多様な文化や背景を持つアーティストが一堂に会する場所です。ナンンバーアンダーアダインア I のように、 国内外で活躍するアーティストが出演することで、日本の音楽シーンに新しい風が吹き込みます。また、皆岡部のように海外で成功を収めたアーティストが日本の舞台に立つことは、文化の交差点としてのフェスティバルの役割を強調します。世代を超えたコミュニケーション。音楽は、世代を超えたコミュニケーションツールとしても機能します。 若い世代のアーティストがベテランアーティストと同じステージに立つことで、異なる世代間の音楽的対話が生まれます。これにより、新しい音楽スタイルやトレンドが生まれることが期待されます。音楽フェスティバルは、新しいアーティストや音楽スタイルを発見する絶好の機会です。観客は、自分の好きなアーティストだけでなく、まだ知らないアーティストのパフォーマンスにも触れることができます。 これは音楽の幅を広げる素晴らしい機会となります。サマソニ2024の特別な要素。サマソニ2024には、いくつかの特別な要素があります。まず、ナンバーアンダーライン愛の初登場です。彼らの音楽は、すでに国際的な評価を得ており、彼らのパフォーマンスは、大きな注目を集めることでしょう。また、ミナオカベのようなグローバルなアーティストの参加も、 イベントを一層魅力的にしています。さらに、サマソニのラインナップには、様々なジャンルの音楽が含まれています。これにより、観客は一つのフェスティバルで多様な音楽体験を楽しむことができます。例えば、マネスクイーンのロック、リルヤッティのヒップホップ、ワンリパブリックのポップなど、ジャンルを超えた音楽が楽しめます。音楽フェスティバルの未来は、多くの可能性を秘めています。 デジタル技術の進化により、オンライン配信や VR 体験など、新しい形のフェスティバルが登場しています。しかし、実際に現地で音楽を体験することの魅力は、依然として強いものがあります。フェスティバルのライブ感、一体感、そしてその場でしか味わえないエネルギーは、オンラインでは得られない特別なものです。サマソニ2024のような大規模なフェスティバルは、 音楽業界の未来を形作る重要なイベントです。新しいアーティストの発見、文化の交流、世代を超えたコミュニケーション、そして新しい音楽体験の場として、これからも音楽フェスティバルは進化し続けるでしょう。音楽フェスティバルは、音楽好きにとっての特別な場所です。サマソニ2024は、その魅力を存分に楽しむ絶好の機会です。あなたも、この夏、 サマソニに参加して音楽の持つ力を再発見し、新たな音楽との出会いを楽しんでみませんか音楽は心を豊かにし、人生を彩るものです。サマソニ2024での体験があなたにとって特別な思い出となり、新しい音楽の扉を開くきっかけとなることを願っています。そして皆さんに問いかけたいと思います。音楽フェスティバルがあなたにとってどのような意味を持つのか あなたの人生において音楽はどのような役割を果たしていますかサマソニ2024での体験を通じてぜひその答えを見つけてください。